セイヨンドライ。行け、ローチ。遅いぞ。放っておいてくださる。助けは必要ありません。助けていただく必要はないのです。怖がらなくてもいい。我々の仕事はすぐに終わる。これで悪党どもが二度と姿を見せなくなるぞ。ミルトン、見ろ。ゲラルト、久しぶりだな。いやあ、ウィッチャー、中に入ろう。懐かしい友に会えたことを祝わねば。それとお前、怖がらなくていいぞ。盗賊どもの狼藉をすぐに終わらせよ。掲示板の張り紙を見てきた。聞いたか、パルメリー。ホワイトオーチャードのグリフィン、それを倒した者の足跡をたどれば、いずれゲラルトが見つかると思っていた。ミルトン・ド・ペイラック・ペイランにパルメリンド・ローンフル、久しぶりだな。本当だな、会えて嬉しいよ。あまりいい場所でなくてすまんな。この村を我々が保護すると約束したとき、寝泊まりできる場所として村人が提供してくれたのがこの小屋だったのだ。これでも一番いい小屋だと言っていた。一体何があったんだ。エダニア軍が撤退した後、ここの農民たちは多くの災難に悩まされている。中でも大きな問題は、盗賊が我が物顔で略奪して回ってることだ。そいつらが間もなくこの村に貢ぎ物を取り立てに来るそうだ。ミルトンと私でそれを止めようと思う。二人とも不正や抑圧を見れば、どんな場所でも戦うことを誓った騎士だからな。とはいえ、お前には関係のないことだ。手は借りないが、終わるまで待っていてくれないか。盗賊と決着をつけたら、お前への要件について話そう。それで、盗賊がやってきたらどうするんだ。戦うのか。アルメリンは、まずは奴らの良識に訴えるべきだと言ってる。私は聞く耳を持つとは思えんがな。ああ、全くだ。一度は奴らが自ら悪事をやめる機会を与えるべきだ。冷酷な悪党でも、忠告を聞いて悪の道から足を洗った者はたくさんいる。この地では、そんなことは起こらんさ。彼らが忠告を聞き入れなくとも、我々が血を流さないために努力をした事実は残る。わかった。もちろんパルメリンの説教が無視されたら俺も力になる。素晴らしい。あとは賊が現れるのを待つだけだな。奴らが来る。聞いたか、盗賊が来たらしいぞ。外へ出て挨拶してやらんとな。臆病者ども。俺たちのことか。我こそはパルメリンド・ローンファル。お前たちの黒く汚れた心を浄化してやろう。悔い改めよ。笑えるな。何の見せ物だ。民を餌食にするなど言語道断。なけなしの蓄えを奪うな。恥を知らぬ悪から足を洗え。そうすれば命を奪わずにおこう。
最高の冗談だな。大笑いだ。気が済んだら消えろ。俺たちを怒らせたら後悔することになるぞ。いや待てよゾーグ、こいつら面白いぞ。他の芸をやらせたらどうだ。おい芸人ども、ジャグリングはできるか。火を吹く芸でもいいぞ。それかケツから火を出すやつをやれ。パルメリンはお前たちにチャンスを与えたいそうだ。俺からの忠告だが、彼の言うことを聞け。断ったのだ。ならトゥサンの公爵の下で歴戦を生き抜いた騎士たちと戦うことになるな。怖くともの退治など朝飯前だろう。 あっちは三人だ。亀みたいに鎧を着込んでる。出直そうぜ。どっかのクソ女の手下だぞ。女と芸人にビビったって笑い者になるぞ。おいおい、公爵を侮辱したな。まずいぞ。聡明なる公爵各界の侮辱を見過ごすことはできんな。詐欺の門に誓ってその地で償わせてやる。まったくだ、悪党ども剣を抜け。なぜ村人たちは出てこないんだ。戦いは終わった。悪党どもを成敗し自由を与えてやったというのに。言ったはずだぞ。村人は悪党どもと同じくらいお前たちを恐れている。祝福のラッパもなしだ。ここはトゥサンじゃないからな。ああ話には聞いていたが、北方は気高さが受け入れられない土地柄なんだな。国に帰る頃合いだ。ああそうだな。来いゲラルト、我々がここに来た目的を話そう。さて教えてくれ、どうしてこんなに遠くまで。我々は公爵閣下のお言葉を完全な形でかつ儀礼にのっとって伝えねばならん。なぜなら我が国は何より伝統を重んじるだろ。分かっている。世のあらゆる悪と非道を打ち力なき者を守る生まれ高きモンスタースレイヤーゲラルトよ。罪なき者を見捨てず、夫を亡くした妻や親を亡くした子を残酷な運命に委ねぬ気高さを見込み、この召喚に応じたまえ、我が国の町中を血の海にし、あらゆる民の心を惑わす怪物から我が国を救ってほしい。ウィッチャーよ、人々を救うために我が国に来られよ。不幸に見舞われた町の守り手、高潔なるアンナ・ヘンリエッタ公爵閣下の名のもとに。召喚に応じてくれるか。アンナ・ヘンリエッタが一言一句そう言ったのか。いや、実際は急いでウィッチャーを連れてきなさい。ただし今回は必ず彼一人で来させるようにしてだな。それ以外は侍従が付け足した言葉だ。そういうものだ。ああそうだったな。私からも付け加えるなら、この依頼には莫大な報酬が用意されている。ただし詳しい話は高潔なる公爵閣下から聞いてくれ。今まで受けた中で最も熱が込められた、そして丁寧な依頼だな。さて大体の話が分かったところで、その怪物とやらに詳しく教えてくれ。どういう種類だ。それが
姿をはっきり見た者はまだ誰もいないんだ。というのも、その姿を見たことを生きて報告できた者が誰一人としていなくてな。見てくれ、この怪物を目撃したと主張する者たちの証言から描いた絵だ。点でバラバラ。おそらくこの目撃者たちは皆嘘をついてるのだ。これまでの犠牲者の数は2人だ。2人目の件の報告を受けて、閣下はすぐにお前を連れてくるよう命じられた。領地と賞金を約束すれば召喚に応じると仰せになってな。状況は良くないのだ。この怪物の足取りはつかめず、人々は奴が黒魔術を使うと噂している。それに犠牲者は2人とも貴族の生まれで、トーナメントの開催も近い。トーナメントといったな、公爵はなぜ中止にしないんだ。もう遅すぎるんだ。招待客はすでに到着している。世界各地から名だたる騎士や皇帝陛下のご親族がな。怪物は我が国の臣民だけでなく、外国の賓客をも危険にさらすんだ。なるほど。外国の貴族が死ねばよくて不祥事、最悪は外交問題にもなりかねん。怪物が黒魔術を使う？なぜそう思うんだ。最初の犠牲者は宴会の最中に突然姿を消したんだ。気がつくと窓が開いていて、下から悲鳴が聞こえたという。通りで死体を見つけた者の悲鳴がな。二人目も同じだ。犠牲者の騎士は鍵のかかった部屋にいた。屋敷の中には大勢の使用人がいて、敷地は衛兵だらけだった。それなのに怪物は彼を屋敷から連れ出し、町の広場で殺した。だが姿を見た者や声や音を聞いた者はいない。剣や盾で戦える相手なら怖くない。だがこの怪物は我々の知るどんな生き物とも違う。痕跡を追えないだけでなく、たやすく人を殺すことができ、その動機もわからない。怪物を駆り出そうとした者は騎士が黙ってはいないだろう。多くの者がおびき出そうと試みたが、何の成果もなかった。この怪物は頭がいいようだ。あらゆる罠を避け、突然襲いかかる。まるで幽霊だ。経験豊富な追跡者が必要なんだ。それもあらゆる種類の怪物に通じた専門家がな。つまりお前だ。ふん、時々今までに王侯貴族から受けた依頼を思い出してみるんだが、やって得をした記憶がほとんどない。断るつもりじゃないだろうな。いや、ただ公爵の性格を考えるとな、彼女は少し、難しいところがあるだろう。受けてくれるんだな、素晴らしい。すぐに出発しよう。お前を探してこの土地を歩き回ってきたが、ことは一刻を争うのだ。お前たちの準備ができ次第出発だ。よし、では急ぎトゥサンへ戻るぞ。トゥサンへ。